回挑戦するのは1番くじ鬼滅の刃鬼の住む町その2。久しぶりの鬼滅の1番くじだが、今回お目当ては F 賞のみ。解消に不満もあり、無理に攻め込まないことに決定。リラックスして引くことで予想外の引きを発揮してほしい。節分も兼ねた1番くじ勝負でパパの好きな鬼兄弟フィギュアをゲットすることができるのであろうか。福は内、鬼も内、お目当ても内でよろしくお願いします。みなさんこんにちは、オクティビのアオです。花粉症、今回アオイさん花粉症のため普段以上に聞き取りづらい、そして話しません。何卒ご容赦ください。さあ葵さん、今回は何回挑戦したのでしょうか。5回、まずは挑戦しました。早速引いてる様子をご覧ください。はい、今回ね花粉症気味の葵さんと一緒にお送りいたしますよ。はい、鬼滅の一番くじですね、今回はちょっとね解消の方にねあんまりいい賞がないぞということで、あらかじめ10回までで済ませましょうということで、始めました。はい、お目当てはズバリ何だったのでしょうか。私はダキですね。あー、ダキのフィギュア、パパもね鬼好きなのでダキ、あとは牛太郎、あとはねお友達にねぜひね煉獄さんのプレート、これはねプレゼントしたいということでね並んでみましたよ。はい、どれもね上位賞、今回はね本数が少ないですね。 A 賞と F 賞が2本、残りは1本ということでね、かなり狭き門ではあるんですが、どれか一つはね持って帰りたいですね。はい、まずは5回の様子見てみましょう。あー、まあまあまあ、でもまあまあ、さあ、あと2つ。ああ、へへへ。最初の5回は残念な結果だったので。並び直して5回挑戦しました。それでは引いてる様子をご覧ください。さあ今度こそ、はい、残念ながら最初の5回はね解消にまみれてしまいましたね。はい、ということで、予定通り追加で5回並び直して引いてみました。うん、今回ねやっぱりもう劇場版のね刀鍛冶の里、こちらもねやってるということでね、なかなかもう遊郭編のねくじはあんまり人が並ばなかったのかな。私たちが並んだ後もね いらっしゃらなかったのでね、すぐにねまた5回引くことができましたよ。はい、なんとか上昇つかみたいですね。うん、よし、うん、はい、多いね。おお。おおおおお。おお、もう終わり。結果発表です。愛称ミニ色紙3個ゲットしました。
第1章ラバーマスコット2つゲットしました。次章キュンキャラ小皿3つゲットしました。F 章ビジュアルボードゲットしました。 D 章牛太郎フィギュアゲットしました。今回は一番くじ鬼滅の刃結果報告編をお送りしました。私のお目当ての抱きは取れませんでしたが、牛太郎が取れてよかったと思います。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回開封編でお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。